NHK が受信料を引き下げても、 NHK とかもうどのレベルで、ね、そうなのテレビなんて誰も見ないじゃん。で NHK の受信料払うなんてもうなんかもっとアホくさいよね。まあ、それこそ別に立花さんをなんかこう擁護するわけじゃないけど、もう正直この NHK なんて誰も見てないし、まあ、テレビも見てない時代なんで、それを反強制的に受信料を永遠に払わせるって仕組み自体がもうどうなんだろうなっていう、感じなんですよ。でまあ、ね、値段下げるっていうことがそういう話が出てなんかそういう方向に行くんだったらもうなんかいよいよだと思ってて、まあ、結局 NHK 側も今の受信料じゃ、まあ、支払いは割れないと、まあ、今の、受信料だと、国民からの、徴収できない、今維持できないっていうのが明確なんです。下げる下げないみたいになってるんじゃないかなと思ってるし、まあ、ぶっちゃけ NHK の時代はもう終わりですよね、うん、だってもう絶対テレビなんてもう加工していくのはもう目に見えてるし、まあ、かといって NHK がネット番組できるわけでもないし、うん、まあ、このまま衰退していくんじゃないかなと思います、はい。まあ、それよりもこの YouTube を含めた、まあ、いわゆるこのネットテレビ、どうなっていくのかなっていう方が僕は興味がありますけどね、はい。まあ、テレビは基本的にもう確実にですね、毎年ですね、どんどん、加工していくと思います、はい。記憶力すごいですよ、例えばマジで過去の話もめっちゃ鮮明にしてるじゃないですか。でもすごいのが、でも高卒なのになんで NHK であのポジションまで行けたんですか。いやもうだから裏金作ったりとか、なんていうんだ、でもね、基本はまず免許するから、法律とか経理規定とか、まず何が正しいのかをしっかり知った上で曲げていきます、でやっぱ NHK 行って、NHK の闇に触れて、はい、買いたいって思ったのが発行ったから、そうそうそう、だから NHK ってちゃんとした組織だから、うん、あそこで仕事することが国のためになるとか、うん、世の中のためになると思ったのに悪いことをしなしたから、うん、正義感からわしって言い出しただけなんだと、うん、NHK の経理20年したのこれやばいです。国会に出す予算とか作ってた。 NHK の告発したのは本当に NHK がおかしいからだよ。そうよ、ほんまにおかしかったもん。なんでこいつもこいつもこいつもあるのにこいつ一人だけ警察にうんねんって話。その時じゃあ賄賂とかめっちゃもらったやん。はい、だからお金渡したら止まるんちゃうかと思ってお金の話をされたよ。どうやったら止まるって言われて、お金では動きませんって言われて、あの時1億とかやって出てたよね。1億でもやめな。いや、な1億でそんなお金で動くぐらいやったらさ、残ってる。俺言ったって当時でも35歳で年収1200万もらってたから。10億とかでも止まらないじゃん。いや、お金で止まるつもりはない。そんなの、そんな風に安く止まるよ。なんかそもそも論なんですけど、僕もなんとなく立花さんのこと NHK を壊すっていうことも分かってますし、ちょいちょい見てるんですけど、なんかこう視聴者の方って立花さんのご経歴ってめちゃめちゃ長いと思うし、難しいんですよ。なんていうの、なんで文春でリークを始めたとか NHK の不正経理とか、なんかそういうの見たことあるんですけど、正直どうしてその NHK と敵対するかとかってあんまよく分かってなくて。そうですよね、はい。だから僕のことを深く追求してくれてる人は分かってくれるんでしょうけど、そうじゃない人は当然理解、なんであの人 NHK と戦ってるんだ、うん、だって僕もともと NHK の職員なんですよって言って、そうなんですかって驚く人が多いんですよ。むしろ知ってはいるんですけど、でそこは簡単に教えてほしいんですよ。僕だから高校の時から卒業して NHK に入って、はい、約20年19年4ヶ月、うん、NHK で働いてました、うん。まあ、和歌山5年大阪7年東京7年の19年ですけど、まあ本当にね悪いことをいっぱいしてました、うん。裏金をいっぱい作ってました。それがみんな知ってるんですか、 NHK の一部だけですか。NHK の俺がめっちゃ NHK で働いてたのは、だから実は20年 NHK で働いてたんだけども、俺の許可がないとお金が下ろせないとか経営できないぐらい力があった。なるほど。そういう、そう、海老沢さんって当時会長がいて、もちろん当時ね、大久保さんっていう人がいて、うん、その人はもちろんそのサッカーもそうだし、うん、野村克也監督とか星野選手さんとか、まあ、影の人たちを影の影で支えてきた。その人たちがその裏金とかを作るのに、俺が店の領収書とかいっぱい作って、俺持ってて俺の経理をやってきたから、その当時からすごい力を持ってきた。それであまりにも裏金の使い方が私利私欲すぎるっていうことで、俺がそこで NHK を裏切って文春にリークした。それが退職後ですか。いや、現職の時、NHK の職員として。文春にリークしたのにテレビ局は取材に来たけど報道しなかった。なぜですか。いや、だからこれはだから笠井さんが言ってた。笠井さんじゃない、笠井さんじゃない、あの長谷川さん、あの MC の。ああ、はいはい、はい、うん。だからもうこれ以上さ、 NHK と戦うとかってことは民放はしなかった。危ない、立花さん危ないっていう感じになったと思うし。
だからそれぐらいもともと力を持ってた、うん、それも NHK の内部でも4人とか5人しか知らない情報を持ってた。え、内部の人にやめろっていう話とかしてたの？やめろって、そのこんなことしちゃいけないからちゃんと相当のことを言って謝ろうって俺は言ったんだけど、隠し通そうっていうのが NHK 側の考えだったから、それを俺がだから文章に全部リンクした。フリード上カーセックスがすごいバズるわけ。でも俺からしたらその NHK の受信料からお金の経費を使ってね、2億円を愛人に貢いでる方がよっぽど悪いわけよ。だって公金を2億円愛人に貢いでる、ね、だからそれこそガス払えなくて困ってるような人たちのお金を使ってるわけですよね。そっちの方が罪が圧倒的に重いのに、世の中の人はフリンド上カーセックスに反応する。あ、今僕も反応しましたからね。